皆さんこんにちは。お日様仲良しチャンネルのパパです。今日はヤマハパワードスタジオモニタースピーカーを開封レビューしていきたいと思います。ヤマハのスピーカーは初めてなので、もうすごくワクワクしてます。色は黒と白があるんですけど、僕はどっちを買ったかな。はい、もう答え出ました。白色です。開封レビューで頭によぎるのは一つなんです。初期不良です。もう本当に開封しながらすごい常に思っているのは、壊れていてくれるなよと、頼むよっていうので、普通に動いてねっていうのでね、キーボードの一番端が鳴らなかったりとかね、結構そういうの当たったり遭遇したりするんで、頼むから音鳴ってくださいっていうすごい思いながら開封しています。ヤマハの商品をレビューするにあたって言いたいことが2つあります。その一つは、僕はどちらかというと海派です。でも山派です。はい、次が本当に言いたいことで、実はヤマハのエンブレムのマーク、あれは音差が3つ重なってできたマークなんですけどね、まあ、それはもう小学生でも知ってることで分かってるくれてると思うんですけども、これ次が難しくて、楽器のヤマハのエンブレムのマークとバイクとかについているエンブレムのマーク、実は違いがあるんです。これどこに違いがあるかっていうことなんですけど、はい、答えなんですけどね、これもう小学生でも8割ぐらいは答えれてるので、まあ知らない人はいないとは思うんですけど、一応まあ後でね、今エンブレム出てるかもしれないですけど、正解はですね、丸円があるんですけど、その枠内に音差が収まってたら楽器なんですよ。で、枠外に、円のね枠外にポンとこう飛び抜けているんですね、音差の角が。それが、まあ、バイクだったりとかそういう乗り物に使われているということです。後でもうちょっとしたらドアアップのエンブレムが出てくると思うんで、ちょっとね見比べてみるのもいいかもしれません。はい、本体が登場しましたね。もうこの白色がすごいもう映えててね、なんていうかな、可愛くもありかっこいいし、なんかすごいいいよね、すごい。このエンブレムもねちょっとシルバーになってるんで、でこれ裏面なんですけど、僕あんまりこれあんまりよく分かってません。はい、もうなんか大体で設定してると思います。僕がそうですね、このスピーカーを買おうと思ったきっかけは、ここの真ん中のこのエンブレムが8割です。はい、もうこれのためにこのスピーカー買おうと思いました。はい、ここのボリュームのところ、ここがすごい活かしてて、ここでねオンオフができて、でなおかつここ周り LED でね光ってるんですよね。ここすごいおしゃれですよね。この流れで真ん中のエンブレムも光ってくれへんかな。はい、これがヤマハのマークです。音差マーク、これがね枠内に、円の枠内に収まってるんで、はい、これ楽器に使われてます。それではスピーカーを鳴らしていきたいと思います。雰囲気だけでも感じてほしいです。私の気持ちを伝える術はないから、
聞いてみてですね、僕の意見では中音域低音域本当に素直に音が鳴ってるという感じですね、はい、もう本当に音楽も編集であったりとか作業がすごいはかどりやすいんじゃないかなと僕は思いました。もうこのデザインでね、もう本当にだいぶテンション上がります。